ピューン、ガツンと入る。ちょっと待って、ちょっと待って、やばいって、やばいって今の。どうも皆さんこんにちは、キヨキヨでございます。お疲れ様です。新年明けましておめでとうございます。さあ、ドズル選手の動画を見ました。私は、あ、ちょっとその前に、かっこいいでしょ、これかっこいいでしょ。まあそれはいいわ。ちょっとね、ね、なんで雑談しようとすんの、キヨキヨは。こういう動画でドズルさんの動画見ましたよ。はい、ドズルさんがね、キヨキヨがね、僕、まあ言ったら、そのなんかそのサムネイルに顔面巨大剤っていうのをね、やってたわけですよ。顔面巨大剤。まあもうそこはさ、もうドズルさんいじってくださいみたいなところでさ、もうツイッター、あの人ツイッター見た？見てる？ってか見たってか見てます？あの人ね、ツイッターでいつもあれなんかね、リツイートとかするわけよ。よくさ、クソコラーとかあるじゃん。ドズルさんの顔がすげえ大きくなってる画像あんじゃん。ドズルさんそれリツイートしてんのね？自分からさ、ワキャキャって楽しんでるのに、ええ、楽しんでるのに、ドズさんの動画、潰します。ハーメロン、こんなんもうこれ、いいでしょ、このバカ。で、ドズルさん、まあ、被害者っぷりしてましたけど、まあ、もう言ったら僕はね、ちょこっとね、ちょっとネタをね、ドズルさんのネタをちょっといじってあげただけなら、なんか潰します、こうやって。さらに彼はね、昔に遡ること、まあ、1年前ぐらいですか？あの人、はい、あの人、キヨキヨのことゴブリンってずっと言ってましたから、これどうする、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 しかもヒートテック着てドズルってやってるからね、僕ね。はい、ということで、ドズルさんの動画見てますか、皆さん。なんかすげえ10万再生とか言ってた気すんだけど、これ、ドズルさんがね、潰しますとか言ってきたんで、今日僕トラゲしていくんですけど、あの人の動画も見ました。キヨキヨ、無課金でキヨキヨ抜かしますって動画があったわけですよ。はい、私ね、ドズルさんとフレンドになりました、ドズルさん。どこだ、ほんとにほんとにほんと、あ、痛い痛い、ドズ2ね、はい、ドズ2。まあ、67ですけど、無課金アカウントなんですよね、ドズルさんの。お、抜かしますとか言ってきたんで、頑張ります。頑張ります。僕も抜かさないように頑張ります。で、今日トラゲしていくんですけど、僕ね、前ね、その今年に入ってスパーキー解禁しましたっていう動画アップしましたよ。で、スパーキー使って本当に1時間しないぐらい、もう嘘、それは嘘か、1時間ぐらいで本当にトロ300かかったのよ。やっぱスパーキーやべえっていうねことだったんですけど、なんか今沼ってんの、なんか今なんかなんでここで沼んのみたいな、もう言ったら水たまりでこう沼溺れちゃうぐらいの感覚、僕今ね、沼るっていう、ケンチさんとかみかんさんとかが言う沼るってさ、本当にもう深い海なわけよ。深い海をこうさまよう形を言うのが沼る。僕も水たまりでガーガーって言ってますから。うん。ですがね、まあ、スパーキーの愛はね、ああ、もう僕クラン入っちゃったからな。もうドズルっていうクランのリーダー入っちゃったからな、本当にね。ということで今日は、トラゲしていくんですけど、見て。これマジで奮発して買っちゃって、このパーカー。このパーカーちょっと、どう？どう？キヨキヨ選手、なんか最近ね、前ね、その1年前ぐらいに、まあ動画で何回も言ってるんですけど、なんか、あ、まあ、服興味ねえなっていう時期が訪れたんですよ。なんか一時期すげえ服興味あって、人生においてね。で、初めてすげえ服欲しいってなったの。で、なんか1年ぐらいして、服別に揃えても、別になんかいいかなみたいな。みんなオシャレしてるし、別にオシャレでモテようとか、思えない、意味なくねみたいな。賢者モードに入ったわけ。あ、賢者モードとかやめようか。なんか、僕さ、今日実家、すげえコロコロ変わんない話が。なんか実家帰ってたんですよ。で、実家のリビングで、まあ、YouTube 見るじゃん。誰の動画見てたっけな、なんかヒカルさんとかの動画、はじめさんかな、なんか動画見てて、なんかその、あ、見てるときに、あ、ここで今下ネタ流れたら嫌だなって僕ちょっと思っちゃったの。実家帰ったときにさ。
うん、下ネタ別にいいんだけど、別になんかね、お家族とも別になんかちょっとした下ネタぐらいは全然大丈夫ですけど、それがもしお盛んな時期の中高生がね、僕の動画をね実家で見てたらね、そこなんかそういうワード出てきたらさ、ちょっとリビング凍りつくとかあるじゃん。だから僕そういうあんま発言やめようかなとか思いました。そうで、だからそれはどうでもよくて、でそういうモードになってたわけで、最近なんか服欲しいなってなって、ちょ12月も終わりまして2019年初ということで、このパーカーを買っちゃいました。これいくらだと思う？これマジだけ買った、これほんと。いや欲しくて、もう欲しくて、なんか 30% 割引だったんだよね。これもう割引適用しちゃいましたから、これいくらだと思う？これ 30% 割引で、なんとお値段6万円でございます。ありがとうございます。もうあの服は多分これ1個多分あんまもう3、4、5、6月ぐらいまで、夏ぐらいまで多分買わないと思うんですけど、やばない？これめっちゃかっこいいでしょ。待って、こういうこと言うとさ、キヨキヨセンスないとか言われるでしょ。違うの本当に。これマジ欲しかったやつだから、人のことけなすのやめろよこれマジかっこいいでしょ。これほんと、これどう、僕ねカジュアルなね、なんかそのカジュアルのスポーティー系が好きなんだけど、これめっちゃカジュアルおしゃれでしょ。これこのさ、なんかこの黒と黒なんだけど色が違う黒、ツートンじゃん。なんかオタクみたいになってきた、やだな。うん、どうか。でもこれがおしゃれ。もうこのラバーストラップ、これ中学生っぽいでしょ。あえてそれがいい。あ、それがいい。なんかおしゃれな服にちょっと抜け感があるのがおしゃれなの、これ。って言うとまたダサいとかコメントつくからやめてよ、ほんとに。ほんといいでしょ、これ。もうこれいいでしょ、これ。ほら。この感じ。はい。でもちょっと暑いんだね。暖房つけて。ただですね、動画撮るとね、汗かくから。照明とかすごいからさ。ということで今日は、クラロワやっていきたいと思います。いや、マジ最近クラロワスパーキーでなんか沼るっていう経験をね、久々ですよね。まあ当たり前か。12月使ってなかったんで。いきます。ポチン。なんかスパーキーを1ヶ月ぶりに使う動画なんかすげえ皆さんに見ていただいてありがとうございました。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか誰か見てるぞ。誰見てんの、ほんとに。ちょっと僕さ、なんか、息切れしちゃってるね、なんか。なんか久々だな。なんか動画でこんな叫んだの。ねえ、ああなるほどね。まあジャイアントとして何がいけないんだろうね。なんか僕さ、リハビリ中でございますよ、言っても。なんかスパーキーってやっぱ結構特殊なのよ。えマジンコ、これマジンコ、これマジンコでいる。これスパーキーってね、皆さんね、お気づきかわかんないですけど、結構特殊な動きするんですよ、これマジで。いや別にですよ、僕がなんかそのすげえスーパープレイを連発しているかのように聞こえますけど、そういうわけではないですよ。そういうわけではないですけど、あっ、そういうわけではないですけど、結構ね、なんかね、なんか僕三重紙とかロイジャイとか使ってて、全然使い方マジで違うんですよね。だからなんかこうリハビリ本当に必要だなとか思いつつ、裏裏でございます。やばくね。よし、頑張って。 OK。 うん、相手なんか出してほしい。これも攻めちゃっていい気もするけどね。一旦ジャイアント出してよ。ああそういう感じ。これはもうね、耐えます。はい、耐えます。ここはもう受けます。はい、これもうド M ですよ。これもう言ったらド M、もうド M 戦法です。ド M 戦法、あえて受ける。よろしく。あー、このネクロマジ嫌だな。どうしようかな。ネクロスケルティンがさ、スケルティンがマジ邪魔なんだわね。あ、OK。 これ欲しい、これ欲しい。これなんなら頑張って、頑張ってネクロマンサーをドン。やーい、ドン。やっ、オッケー。あー、3体のこと、3体のことは、この3体は先般。あ、これ違うんじゃない？はい、はい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 、サンキュー。ザッ、バレルもはやいらなかった。いらんかった、ドロブロンブロンって言って、いらんかったまでよね。どうしようかな。待って、左ワンちゃんも捨てだよね、多分ね。あの、これ捨てっすね、多分。あ、待って、いや、じゃあ、違うんですよ。僕知ってるんですよ。これ捨てると、スリクラ持ってかれるんですよ、マジで。うん、これよろしく言って。これ残り500、一発。ああ、プレンセス最後入んのこれ。え、ワンチャンスリクラあるじゃん。え、もう本当にネクロやだ。本当にネクロやだ。マジね、ネクロと墓石マジで嫌いなんだよ、本当に。いや、もちろん、エレビズとかロケットが嫌いなのはもう火を見るよりも明らかってやつですよ。ただまあ、マジか。これ、行ったな、これ。はい。Thank you very much。そうなんですよ。これ、ローリングと使わないと G エンドなんですよ。いや、やっぱ、動画マスト稼ぐんだよね。僕さ、マジでそうなんだよ。本当に。多分、人種的にそうなんだよね。
どうすりゃ届け。もう多分人種的にそうなんだろうね、僕ね。うわ、32トロ熱い。もう一回行こう、もう一回行こう。バジン。なんか僕ね、人種的にね、なんかその、なんだろう。なんか僕、本番の方が強いんですよ、なんか結構。本番の、ぶっつけ本番で、結構ね、わーってできるタイプなんですよね。なんかそれって多分、なんかそのなんかこう、エンターテイナーじゃないけど、なんかそういう血が宿ってんじゃないかなとか個人的に思いますけどね。はい。別にそれですよ。別にその、こう聞くと単純に自意識過剰にしか聞こえないんですけど、別にそんな、自己陶酔してるわけではないですからね。これ、2.6 億か。めんどっちいな。ローリングウッドは多分次ね、ローリングウッド出せないです。次ローリングウッド出せないです、マジで。ローリングウッド。次、スケルトン部隊出せないです。はい。多分次は、ガゴムリとかで防衛しないと、読みローリングと絶対してくるんで、この人。ほら、わーわー言ってるでしょ。わーわー言う人、大体ローリングとしてくるから。こういうね、なんかこう、なんかちょっともう、何相手のクラーメン、胸熱ってちょっと。いいことあったよ、はい。はい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 。で、ここで、あ、マジか、それ美味しい。あ、そっちスケルトン。マジか。それ美味しくね、それ美味しくね。あ、それ美味しくね、それマジ美味しい。あ、ローリングウッドで倒す作戦。なるほどね。じゃあこっち来ると、あ、それだったら僕ローリングウッド最短 OTB なんで、もうザップで回しちゃいます。ザップで回すとおそらくここに来るの、来るの、来ないの、来ないの、来ないの。待ってもいいかな。待ちますか。待ちばみ申し上げる。まだ多分ローリングウッド回ってないから、よし、OKOK。 あ、これ美味しい、これ美味しい、これ美味しい。よし、やめて、あれってロケット入ってないよね、ファイボだよね。うん、じゃあ行きます。もう残り1分に近いんで、スパーキーよろしく。うん、どういう感じくんだろう。マスケット、あ、だよね。っていうの読んでる、読んでる、読んでる。いいね。マスケット TV プラス、なんか先打ち大砲とかもしてくる人はいるよね、ここでね。あ、してこない、してこない、してこない。うん、あー、なるほどですね、なるほどですね、なるほど。なんかちょっと読んでるっぽくてちょっとかっこいいね。うん、あー、ちょっとここは、あー、よし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 。ローリングウッドをね、で防衛したいんで、僕これローリングウッド使ってくれたら嬉しいんだよね。はい、ここで、はい、スケルトンでしょ。あ、来なかった TV 出してた、出してた出してた。あ、恥ずかしいからやめ。いや、あ、ワンチャン、いや、打たないですね。ちょっとまずいよ、これまずいんで、多分ね、ローリングウッド出せないですね。あ、こっちか。あ、ローリングウッド出せない。あー、結構ライスラッキー。ライスじゃん、何ライスなんライス。じゃあちょっとここはジャイアント TV から、ローリングウッド出してくるんで、ちょっとそれ厄介なんで、ファイブないんで、もうここで、でもめっちゃ外すバレる。はい、これ見え、これ嫌でしょ、絶対。これ僕、友達やめるでしょ、これ。あ、あ、オッケーオッケー、ありがたい、ありがたい、あ、やべ。いや、これはスパーキー出して威嚇するが、いや、絶対先打ちローリングウッドしてくるでしょ、この人。はい、先打ちローリング、あ、してこない、してこない。うわーって言ってますけども。まあ、倒し申し上げて、うん、レイテの服多分相性いいと思うんですよね、僕多分。うん、なるほど。はいはいはい、ピューン、ガツン。はい、ちょやばいって、やばいって、今の。いや、待って、これカッコつけたんこ帳でしょ、これ。ほぐ、よいしょ。カッコつけたんこ帳、圧倒的。やばい、これまずい、これまずい、マジでまずい。マジで、ちょっと待って、ほんと違う、待って、これうまいとか下手とかじゃなくて、マジでカッコつけたやつだから。あー、そうかな。そしたら、ちょっと一旦こう、多分高回転の調子、高回転調なんで、これ入る。これ負けたらマジで熱いからね。マジで熱いんだよ、ほんとに。ちょっとね、多分ここ大砲でしょ、大砲でしょ、大砲。スケルトン部隊で、はい、ローリングといつ出しますか問題。はい、ローリングといつ出すか問題で、はい、OK。 よし、これも削って、削って、削って、あ、せき、あ、そうだった、危ねえよ、ほんとに危ねえよ。でもドゾルさん煽った動画でこれ2連勝はいいんじゃないですかねえ。あーす、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 あーす。はい、ということで今日クラブやってきましたけども、ちょっとリハビリ兼ねてね、頑張っていきたいと思いますんで、これからもよろしくお願いします。今、プレゼント企画中でございますんで、まだ応募されてない方、ぜひとも応募お待ちしてます。まだチャンネル登録お済みでない方、ぜひともこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけますとね、最新の動画の通知の方が行って見やすくなるかと思いますんで、ぜひとも皆さんチャンネル登録お待ちします。ということで、ご視聴、あらしゃ。